その顔が明らかに怪しかった。大野はすぐにパトカーを展開、職務質問をしようと近づくと、突然見つかった男は団地の中へ逃走。走って追いかけると、ひらめくミニスカートからあの丸出しの尻があらわになっていた。それでも逃げ続け、40メートル走ったところでようやく確保したという。